こんにちは速化塾の久保でございます、えー、今回の動画はですね、あの暗号通貨であります、カルダのこちらの方のやりとりを今、ステーキングプールを運営しているリピさんとさせていただいてるんですけどね、えー、今月の31日、2022年の1月31日夜9時からですけども、このリピさんとね、 対談をしよようかと思ってるんですよステーキングプールを運営しているリピさんに「カダのエダ」のこれからの可能性とあとね去年どのぐらい儲けさせたのかもしくは儲けちゃったのか、まあ、こんな感じですよねもう直球で何百万ですみたいなね何千万ですっていうの知りたいでしょそして昨年半年から1年かけてカダのエダのステーキング報酬のことについて放送をしてきましたそっか塾の塾生さん以外にもお問い合わせをくださった方がいます まあ、そして、体のエイダって今からでもチャンスありますかっていう方もね、いらっしゃいましたけども、今からでもあります、まあ。もちろんね、今までにチャンスに早めに気づいた方の方が有利ではありますよ。でも、今から知った方が体ラダに参加して、ステーキングなどを利用することによって、ずっと体ダのファンだった方にも恩恵がありますし、これから参入される方、ね、こういう方にも恩恵があります。なぜなら体のエイダのプロジェクトは、 今積み上がってるるところで本本当にに格的に走り始めるのはねもうこれからなんですよまさに未来の暗号通貨ですからこれから100年間このカルダネーダーっていうのを中心にブロックチェーンっていうのは回っていくと私は思ってるんですよねでこのねプルーフ・オブ・ステークスという概念ですけどもプルーフ・オブ・ワークから切り替わってきて標準になってきたのがこのうーん PO なんだっけ S, S ですね、POS ですね <laughs> 言い慣れない言葉なんですけども POW から POS に今ブロックチェーンっていうのは変わっていってるんですよで本格的にすげ変わるのはこれからですからまさにね今参入するチャンスと言えなくもないんじゃないかなと思うんですねもちろん判断は視聴される皆さんにお任せしますけどもまあいろいろとねめんどくさいこと抜きにしてじゃあどのくらい儲けさせてくれるんですかって話知りたいでしょまあそれについてもね今回の31日の対談では切り込んでいこうと思います例えば こういう質問をしようかと思います。平均年収三百万とも四百万と言われている時代ですが。この所得を得るためには、いくらぐらいステーキングに委任すればいいでしょうか。一枝が二百円だとして、どのくらい委任しておけば。この年収が自動的に不労所得として、懐に転がり込んでくるんですかっていうね、知りたいでしょう、これ。ね、元金いくらあったら、私は遊んでくれ、らすますかってことですからね。 えー、それからですねメタバースという概念が始まってきますメタバースという仮想現実の中ではブロックチェーンとていうのが切っても切れない絵になりますその中で主にはイーサリアムっていうのが使われるんではないかというふうに言われてはおりますがじゃあイーサリアムだけがうーんまあね、えー、唯一一つの通貨になるんでしょうか概念になるんでしょうかいや私はねそうではないと思います例えば マイナーなところでいうとね、ズンフィンネットワークってのも使われると思いますし、それから今回話題になっているカルダノですか、これも十分使われるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、カルダノの可能性は、ほとんどの通貨のいいとこ取りをしたものと考えてもいいかなと、私、今のところ思ってるんですけども、そう考えたら、メタバースの世界では、このカルダノが、うーん、中央を走るんじゃないかなって気もするんですよね。まあ、暗号通貨を 1> 第一世代第二世代第三世代として区切るとしたら第一世代は間違いなくビットコインですビットコインが暗号通貨ってものの世界を切り開いてくれましたそして第二世代今主に使われだしているのはイーサリアムだと思うんですよ全てのプラットフォームその行く先にはこのイーサリアムってものがあるんじゃないかなと思いますねまああの d ファイっていう分散型金融がありますけどもこれほとんどイーサリアムが使われてますからね まあガス代っていうこともありますけども、ちょっと難しくなるんでこの辺にしときますが、イーサリアムが現在の主流ではないかなと思います。そして第3世代。これからのブロックチェーンの主流は、いや私はね、このね、カルダノ1点だと思うんですけどね。そしてそのカルダノが、このステーキングという概念を持ってですね、カルダノエーダのファンの方に、実際金銭的なメリットも与えてくれるというところで、まあ、私たちはね、うん もう労働を最小限減らして本当に未来に必要なものに特化できるんじゃないかなとそんな黄金時代が来る入り口にあるのがカルダナだと思うんですよちょっとね概念的なお話ばっかりになって恐縮ですけどももう一個ぐらいどんな質問しようかとと考えていることがありますうんそうですね私は資金があまりないんですが数万円とか10万円前後でもこのカルダナのプロジェクトには参加できるものなんでしょうか恩恵を受けれるものなんでしょうかこんな質問をしようかと思いますよね。 ステーキングに参加するのは有料でしょうか特別な手続きが必要でしょうかこういったこともね聞いてみようかと思います、まあ、ですんで暗号通貨の知識ありませんとかねえそれから今ビットコインも持ってません、まあ、何もありませんこれから始めたいんですけども当然資金も限られてますそんな何十万も何百万もとてもじゃないけど養生資金持ってませんそんな自分にでもできますかこういった質問もしていこうかと思います、まあ、最後になりますけども この体の枝の体開発者であられるチャールズ・ホスキンソンさんは「テッド」というね公開トーク番組でこんなことを言われてました世界には30億人もお財布も持っていない財産もない自分の身分証明もないこんな方がいるその人たちのためにこの「体の枝」ってものが、ね、あるんだとつまり今まではねお金をたくさん持ってる人の投資の行く先として余剰資金の行く先として いいろんな投資案件があったという,ふうに私は捉えてますけどもカルダネイダーってのはお金のない人向けのお金が本当すごく少ないんですよとでもチャンスは欲しいんですよっていう30億人の人のね福音になるんじゃないかなと思うんですけども、ね、いかがでしょうかねそれではリピさんね31日よろしくお願いします